ビーバットゥービーアワーエクステンディドプレイ最新リリースの中から、ヌメロ、東京。すすめの音楽をピックアップ今回は、ビーバットゥービー、ビーバ、ウービーの EP アワーエクステンディドプレイをレビュー。90年代なんて比較的歳。だと思っていたのだが、もう実に30年前だと言った。 のだから時の流れは恐ろしい各有筆者。ミレにある世代なので、そう入ってもその、時は物心つくかつかないか、という時期では、ルノだが、2000年前後以降に生まれたいわゆる Z 世。ともなると、さらに当時のことを覚えている、はほとんどいないだろう。ドットビーバッドゥービーこと、ロンドン育ち。 シンガーソングライターであるベア、クリ・ティモ、2000年生まれの Z 世代のアーティストケレ彼女の出す音はなぜか90年代の空気が漂うの。興味深いところだ。フィリピン生まれでロン。嘘立ちの彼女昨年にはデビューアルバム Fake It Flowers を有形レーベルダーティーヒットからリリースダーティーヒットといえば、 ザ1975が所属する。とで有名なのだが、実は彼女、ザ1975のフロントマン。シュー・ヒーリーをメンターとしてしたい。そ。グライティングなどについて教えを受ける。ともあるのだそうだ国内外を見渡してもそ。アーティストがチャートを席巻し、バンド。 いうアーティストの形態がすでに少々古いも、として捉えられてしまう昨今にあっても、そう、影響力を保ち続けているのがザ、座禅975というバンド。のだが、昨年のアルバムノーツオンーコンディショナルフォームではむしろ自信らの、と昔前の懐かしさを逆手に取り、パンク屋が、じ、 バンドを彷彿とさせるパフォーマンやサウンドを盛り込みながらマシュー自身、現代のロック、ヒーローとしてではなく、非、理の人間としての素直な思いを歌っていた。とも記憶に新しい、ビーバットゥービーは彼らの音楽へ向かう姿からサウンドメイクまでも自身の作風に映させているようで、 20代前半の若者としての、直かな言葉を、座1975ともよく似たミドルの音域の爪多爆発力のあるバンド、サウンドに乗せ、音楽性を持ち味としている今作「アワエクステンディドプレイ」は、昨年の「ア」、「バム」に続く彼女の新しい EP サウンドや音楽性、おおむね前作と同じ路線で、 二曲目コローニで切れ味の鋭い。運動と挑発的なメロディを聴かせている。だ、アルバムではニルバーナなんかを思わ。ル・グランジ風の楽曲が印象的だったのに対。今作にはどちらかといえばより甘くポップ。ナンバーも耳を引く点四曲目 HE ゲッツミー SO ハイハマルで炙りる。ラビーンのようなパンク風味のストレー。 ナポップ、チューンヒステリック、グラマが好きと語り、ジャケットのアートワークも、アッションや色使い、時代に至るまで90年代。で、当時の原宿にビルボードが出ていても不気ではない、ちょっとした感動さえ覚えるの。が、果たして意図的なのか、あるいは本人の行。 がたまたま30年前とリンクしているのか。90年代。ポップ、バンドへのオマージュリバイバル。いえば、今全米チャートを賑わせているを。ビア、ロドリゴとも通じる流れでもあ。国を越えて一つの盛り上がりを見せている。もう面白いただやはり、筆者としてはまず第一。懐かしい。 というう気持ちが先行してしてまうの正直なところ一世代若いだけで懐かしいのが新鮮に見えるというのはちょっとだけマシくもあるのだったテキストイグ草エディット千ほ井の上